休み時間ラジオでございます。ミルワカの裏ですよ。井上です。ノーミルク佐藤です。今日はね、質問があるわけですよ。あら、授業で教わったことのね、質問なんで偉いでしょ。これできる生徒でしょ。すごい、あの433を日本がね、オプションとして獲得して入り始めたみたいな話があったじゃないですか。で、大事なのはアンカーで、それできる人はそんなに多くないっていうね、お話ですけども、433っていうのは、まあ、なんとなく分かってるつもりなんですよ。川崎とかほら、リバプールとかゲームもやるしさ。こう、特徴はさっき聞いた通りかは、ね、ファイブレーンにこう適用したっていう感じかもしれないですけど、どういったフォーメーションの相手、どういった特徴の相手により有効なのかなって思っちゃってね。なるほどね。なるほどね。はい、一ついいのは、僕はフォーバックの相手にはすごく有効だはあるかなと思っていますと。はいはいはい、はい。っていうのも。フォーバックには3トップっていうね。ことでそうなんですよ。ただ、ご飯にはご飯ですよみたいなことですもんね。そうでしょ。特に、フォーバックのチームってなっていて、なんだろうな。すいませんね、皆さんね、基本的なこと聞いてね、そんな知ってるよ、バカって言ってね、出ていいよ、バカですから、バカですから。オフェンシブな、超オフェンシブなチームとか、超ディフェンシブなフォーバック、どちらに対してでもかなり有効だと聞くんですよ。で、じゃあなんでかっていうと、要は、5人で攻めれるんですよね。はいはいはい。インサイドハーフ2人、まあ、3トップ、うん、そう。もしくはインサイドハーフの片方と、サイドバックなんていうところも含めた上で5人でいけたりするから、ああ、なるほどね。そうなんです。はいはいはい。自重して片方はね。そうなんです。はい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 。だからまあ、川崎と代表だとちょっと違うところがまたあったりだとかして、なんて言うんでしょうね。3チームぐらいちょっと例で例えてみましょうかね。はい、例えば、川崎、まあ、わかりやすいのは、三笘いた時代で考えたら、主に左サイド側から。そうでしたね。あれ魅力的でした、ね、上り里とね。上り里が、内に入ってきて、左のハーフスペースに入ってくる。はい、で、三笘が一番左。うん、で、その後ろに、あとね、旗手なんかも行ったりだとかして、うんね、あとはダミアン島っていうところで、左からもパッと攻めることができるんだけど、はいはいはい、それって、でも実はなんで左から攻められるかって言われたら、右側で山根と家長が、右のセンターバックと右のサイドバック、左のセンターバックと左のサイドバックをピン止めしてるんですよね。うん、ああ、なるほどね。そう。することによって、右側、相手の右側、川崎の左サイドでは、2人のディフェンダーに対して3、4人で攻めることができる。ああ、なるほど。で、ドンみたいな。もちろん逆サイドも上がってきて匂わせてるからこそってのがあるわけでね、そこの運動量もないとそれはできないってことだよね。だからリスクも高いわけだよね、要はね。今聞いてるだけで5人上がってますもんね、だって。そうなんです。5、6人上がってきてますもんね、これね。そうなんです。うんうん。っていうのは、やっぱ気の利いた守備力のあるボランチ、展開力のあるね、一人でどっちもできるボランチと、あとセンターバック2人のね、スピードとかもないとってことでしょ。そうなんですよね。リバプールなんかファンダイクが足早いからって言うじゃないですか。そうなんですよね。なんで、もう昔だったらね、高さがあって、はい、それこそ影響力の高いセンターバックが一人いればなんてこと言われてましたけど、今やっぱりもうスピードがないと戦うことができない。裏のスペースを広く押し上げるためにはってことですよね。うん、そうですね。で、さらに言うと、今度日本代表の話すれば、まあ、まあ、ある意味川崎もそうっちゃそうなんですけど、今のフォーバックすごいんですよ。今のフォーバック、はいはいはい。まあ、おそらく、結構早いうちに僕は長友選手は中山選手に多分変わるとは思ってるんですけど、中山、富安、吉田、酒井宏樹ってなると、みんなでかいね。だし、みんなでかくて早い。そうなんですよ。ああ。で、だしこれ、みんなでかくて早くて優しい。優しい。プラスもう一個あるの、また。みんな優しくて、早くて、でかくて、食いしん坊。食いしん坊もあるかもしれないけれども。すいません、付き合ってもらっちゃってね。ごめんなさいね。ちょっと皆さん、まあさんもだけど、思い出してほしいのが、はいはい。失点シーンの直前って覚えてらっしゃいます？失点シーンの直前、この間の？うん。失点なんかしましたっけ？忘れたけどね。なんだっけ。なんかフリーキックからドーンあったじゃないですか。フリーキック、オーストラリアだね。うん、はいはい。あれ取られたとこってことね。あ、開いちゃってね。森田選手が、まあよくあれ戻りましたよぐらいのことですよ、印象として、ね。そうなんですよ。開いちゃってた、そこね。その森田選手のもっと前のところに行くと、うん、はいはいはい。オーストラリアが右サイドで、ボール持ってグワーって行こうとしたところを、長友選手がフォアチェックでかけてったんですよ。うん、はい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 。だけど、長友選手がそれ振り切られてしまって、スペースができたからではあったんですけど、そう、あれって実は日本代表からしたら、拍手だったらしいんです。実は拍手。森保さんたちからすれば。ほう。
っていうのも、うん、あのシーンっていうのは、うん、結果的に最終的に、うん、いわゆるペナルティーエリア付近にファールが起こってしまったっていうのはあるんだけど、うんはい、ちゃんとあのシーンっていうのは、長友選手が前に行く、うん、前に行ってディフェンスするってことをチームで決めていたんですよ。なるほど、なるほど。はい。なんで、じゃあ、それってどうしてかというと、うん、冨安選手が左にスライドできる、うん、いわゆるサイドバック経験者だから。はい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 。で、そうすると、一時的に冨安、マヤ、ヒロキの3バックになるけど、はいはいはい、ヒロキも3バックの右経験者なんですよ。いいですね。そうだから、いい4バックですね。はい、インサイドハーフ含めて前に攻撃にダンって行ったら、後ろが空くのは当然なんですよ。だから、そこをサイドバックが必ずしも、ヒロキか、右サイドバックか、左サイドバックか、埋めに行って、逆サイドからスライドしていく、一時的に3バック作るっていうのは、もうディフェンスの形だったんですよ。はい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 。でこれが中山選手に変わると、うん、右で同じこと起こっても弘樹がケアに行く、うん、右サイドバック吉田、センターバック富安、左中山、ああそっか、長友選手は攻撃力はすごいスピードもあるし上下でもあるけど、うん、センターバックはできないもんね。そうなんです、ってことよね。そうなんです。で実はこれ川崎もそうで、うん、あとリバプールも同じなんですよ。おお、そうなんだね。そうサイズあるか TAA とかで、スピードもあって、スリーの右左経験者がっていうことにもなってくるから、だから今田さんがおっしゃられた攻撃的になるけど裏どうなんのって話とか、よく川崎もサイドバックのとこ狙えばいいじゃんって話はこれで全部解決してるんですね。あ、そうか。じゃあすごいタスクだね、サイドバックって。うん。そこの与沢さんの、ね、レベル高いやり方って、だって山根みたいに攻撃の時に逆サイドとして押し込んでなきゃいけないし、うん、逆が行ったらセンターバックもやんなきゃいけないってことだよね。そうなんです。これだからチームに 4,5 人いないときついよね。きついし、あとシーズンで考えてカップ戦もあったらね。そうなんですよ、4,5 人でもきついね、そうなんです。5人交代 でさらに、うん、こんなのが、うん、なんだろう、いわゆる2時間3時間で仕込めるわけがなく、あ、はいはいはい、よく戦術がないじゃないかなんてよくね言われたけども、代表とか特にそうやね、うん、これこなせてたでしょ。はい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 、あるじゃんって話で、ちゃんとちょっとそこは見てほしいなと思いますよね、やっぱね、一般の方とかにもね。超素人みたいなこと言っていいですか、素人なんで。いや皆さん怒んないで聞いてほしいんですけど、中心蔵をやりますとかさ、中心ぐらいやります。水戸黄門学芸会でやりましょうって言ったらすぐできるわけじゃないですか。お話を知ってるから。ああ、そうですね。ね、うん。桃太郎をやりましょう。ちょっとここをアレンジして桃太郎プラスシンデレラとかどうですかってイメージできるじゃないですか。そうですね。監督が集まってちょっと時間ないんでリバプールの真似しましょうって言ってダメなんですか。あ、言えばできると思います。みんなが知ってるようなチームの。まあもちろん全部はできないけど、ここに関してはリバプールのビデオ見といてねみたいなことも行われてるんですか。ありますね。あ、そうですか。ある、なくはない。ただもしそれが例えば今回の代表をちょっとオマージュしますけど、なんやかんやって森田青、渡るがいなくて、その代わり例えば堂安竹はいますみたいな状態だったら成り立たなかっただろうなと思います。あ、なるほどね、うん、タレントがいないんで。なるほどね。今ちょっと真面目に聞いちゃったから、うん、コメント欄にバカ言ってんじゃねえ、できたらやってるわって言われそうだから、もっとバカなことで埋めよう上書き保存しよう。そうで、素人みたいなこと言ってですか先生。はい、なんていうんですかね、相手チームはホームだと相手チームはアウェイになるわけじゃないですか。はい、あの下駄箱にガビを入れとくこととかってできないんですかこのぐらい言っといたら大丈夫だろ、こっちにこっちに意識がいくだろ、バカ野郎、あ、こいつバカなんだってなるだろ昔はでも知ってます、はい、昔のアジア予選ってあの釘巻いてあったとか言うんですよ。はあ、要は中東に行くでしょ、日本が最終予選にしたら練習場を向こうが貸してくれるわけでしょ、はい、じゃあそこにね釘が巻いてあったりするんですって。で、そこで怪我しちゃったりとか。そうなんですよ。でもまあ私たちが巻いたんじゃないよ、サポーターじゃないからとか、そういう時代があったんですってっていう話ですよ。あとその最終予選のアウェイに行くでしょ、うんうん、そしたら選手が寝てるホテルをね突き止めて、うん、相手サポーターが夜中中どんどん、もう太鼓どんどこ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 つって寝させないっつってやってたみたいです。みたいなこともあるらしいですよ。逆によく今なくなりましたよね、それね。そうですね。ね。で、いろん、まあそうだな。だからなんか日本もやりましょうよ、なんかそれ。もっと、真摯なやり方ないですかね。わかった、マスター。なんですか。これコロナでも対応できる方法が一個ある。はいはいはい、ドローン使おう。ドローン使って。ドローン使って。あ、ドローン、はい、ドローン使って。
もうホテルぐらいはさすがに分かるじゃん。分かるね、相手のホテルはね、うん、ドローンで。で、みんなで行って、そこでもう、ちゃんともう流しまくり。あ、ドローンでね。うん。あ、ドローンがこう、機関銃ついたドローンで窓撃ち抜くみたいなギャング映画ありますもんね。さすがに窓撃ち抜いちゃダメだから、ちょっとエッチな動画をね、ドローンでうーんってずーっと流してるとかね、寝れやしない。寝れやしないじゃん。なるかもしれないですね。で、寝不足で試合に臨んでもらう。あのドローンで思い出したんですけど、はい、あの千葉の幕張の施設あるでしょ、はい、あそこ大体あの辺だなっていうの分かるわけですよ。結構幕張メッセ行くんでね、あの JFATV の絵とか見てると周りの建物とかでさ、で非公開練習とかするじゃないですか、あの冒頭15分以外は非公開で行われたって書いてあるじゃない、うん、要はあれっていうのはセットプレーとかそうですね、フォーメーションとか戦術練習スタメンとかってことだよね、うん、見られちゃいけないからでしょ。そうなんですよね。あの内輪にスパイがいるかもわかんないってことでしょ、記者にね。そうです、ね、っていうわけじゃないけど、まあ非公開にしようってことでしょ。そうですね。あれでも幕張に高いビルいっぱいあるんですよ先生。あれだ、まあバレるとは思いますね。どっからのビルから撮ってるでしょきっと。そうだ、契約してるって絶対中東の国とどっかのビルが。あると思いますよ、あると思います真面目にあると思う。すごい、このビルの会社めちゃめちゃ儲かりだしたなと思ったら、それですって、中東マネーが。でもだ、結構ワンさん言ってることね、これ皆さんマジな話で。あ、そうなの、ね、やっぱそんなに先生にも聞こえてきてるのそれ。さすがに、このワールドカップで予選クラスまでだったら。中東の人は悪く言ってるわけじゃないですよ。ちょっと面白話として聞いてくださいよ、うん、それは。はい。まだあれなんですけど、これ、ワールドカップのマジのその本大会だったら、ちょっとやばくない？さすがにバレちゃ絶対ダメじゃん。いやいやいや、最終戦だと同じようなもんだよ。まあね、まあ本当そうなんだけど、うん、最終戦のがシビアだよ。いやまあそうなんだけど、うん、だ本大会の方がやっぱりよりシビアだって考え方がやっぱ中の方は多いよね。だから、うん、マジで外じゃなくて中でやること多いんですって。中があんのあれ、いわゆる日本に限らず、はい、要は施設で、その、何？室内練習場みたいなところで戦術練習することが多いっていうのは、話聞くことありますね。室内練習で、コーナーキックの練習難しいもんね。うん。まあ、要はでも、日本代表とかの話っての、戦術練習って、はい、ボール使わないことも結構多いんですよ。あ、そう。要は、だって、うん、どこに行ったら何をするかっていう、お互いの立ち位置を把握したいっていうのが多いから。まあまあね、そうか。そう。大変ですね、そう考えたらね。うん、昔なんかほら、青いシートで隠したとか言ってたじゃない。もう。なんかあったよ、トルシエの頃とか、そんな。記者がこう、覗いちゃうから。で、ブルーシートとかですね。そう。今もう上から行けますもんね。上からね、あとは変な話、ドローンとかまで。あとはもう、変な話、Google、衛星がありますからね。そうですね、ロシアの衛星とかをうまいことね、お金払って借り入れたらもう見れちゃうでしょ。だそうですね。なんだっけ、5センチ誤差ぐらいまで見えるって言ったもんね、あれね。いやー、でもドーム型の練習を作るしかないっすよね。そういうことですよね。やれつくというかね。か、無数のドローンを飛ばすしかないですよね、もうあれゴキブリみたいに。隊列を組んだらブブブブブブブって見ちゃダメって上で形になるようにね。ドントルックってなる感じよね。かも、嘘のお芝居するしかないですね。確かにね。はい、ああ、まあさ、思い出した。はい、はい。聞いて。スタメン嘘つくの面白いんじゃない先生。え、嘘のセットプレイ練習、見せるためのセットプレイ練習を1時間して、あとは室内練習場でバッキバキに本当の。時間ないもん、代表組は。あざむかないと。ね、でね、はい、ちょっと思い出したんだけど、はい、はい。まあ、ちょっと先早いんだけど、まあ、13ヶ月後に、ワールドカップが始まります。はい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 、早くも、はい、ただなんか今までだったらワールドカップって、はい、だってなんか1ヶ月くらい前から練習とかしてるじゃないですか。ああそうね、乗り込んでからそういうなんか楽しい期間がありますよ。なんか夕方のニュースでも日本代表がね上陸しました練習を始めみたいなね。ねえ、ああ なんと今回1週間前からじゃないとダメになりました。あ、カタールに入るのが。うん、あら、なんで FIFA が、うん、要は日本はぶっちゃけ来季は11月でもうシーズン終えるって言ってるんで、うん、春スタートのリーグに関しては大丈夫なんですけど、ヨーロッパってシーズン中なんですよね。はあ、はあ、はあ、はあ。だから、許さねえ。あ、不公平になるからっつって。うん。先にアジアのみんなが入って準備するのはちょっと不公平だっつってだし、あとそれだったら1ヶ月前とかになっちゃうとリーグがどうせ成り立たなくなるから無理だってので、うん、もう一律で1週間前からにしてくださいみたいな。こ
これはどこのな誰のパワーが働いてこうなってるんですか。いやまあヨーロッパ系だと思いますけど。ウェファーですか。うーん、あーかもうワールドカップの価値を落としちゃいけないとかってことか。これでなんかヨーロッパ総崩れとかになっちゃうと大会自体がってことってなっちゃうとかもあるのか ね、うん、ねだから正直あのこれあのアジア全体のこと考えると日本オーストラリアとかはそんなに問題ないと思うんですが、うん、あの今回ねリーグ的に言っても上位にいるあのオマーンとかサウジに関してはぶっちゃけやっぱ準備期間やっぱ 1,2 ヶ月ちゃんとやった上でこの最終予選臨んでるんですよね、なるほど、はいはいはい、だから逆に言うとそれぐらいじゃないと彼らは戦術練習時間かかるってことなので、なるほど、本大会厳しそうだなってのはちょっと現状。でも1週間前にカタールに入れないだけでみんな周りの国でやるんでしょ。まあきっとそうだと思いますけどね。なんだかんだでね。うん。UAE や。うん。なんやかんやで。そうです。だから、うん、ヨーロッパ組が多いチームちょっとねやばい。まあ日本もだから含めちょっと連携時間がありそうだからちょっと怖いっていうのはあるんですけど。確かにそうですね。さあどうなるかというところですね。だからこそもうなんかこう台本決めとかないとね。そうですね。うん、だもうワールドカップ予選のこの残り6試合のところでもうちょい固められたら、ね、まあね、でかいかなと思いますけど。なるほどね。なるほどね。まあまあ、次は代表11月ということで、ね、はい、うん、また楽しみですね。せやね。うん、また楽しみですね。次どこでやったっけ、ね、アウェーなんだよね、はい。アウェーアウェーで、ベトナムとオマーンですね。なんか、サイスタが今度のね、2月3月のアウェーで、芝張り替えて使えないんじゃないかみたいなニュースありましたけど、なんとかしましょう、みんなの力でこれね。本当だよ。サイスタは要塞、でもそれはさすがに大丈夫でしょう。どうにかしてくれるでしょ。サッカー協会の偉い人がね、後で張り替えましょうって言えば。やってくれるよ。そりゃそうでしょ。そりゃそうだよ。みんなのために。ね。頼むよ、ね。ちょっと明日はそんな話からしましょうか。そうですね。ね、はい。というわけで、ありがとうございました。雑談っていうか、あれでしたね。休み時間、ラジオでございました。明日もなんかしながら聞いてください。本若の方はぜひよろしくです。ありがとうございました。はい、どうも、まあでした。ノーミルクさんどうでした。どうもどうもでした。